おざす、ティッシュスンです。さて今回はなんかローダーとおかしなかった SWS にやったら違う、ちょっとお湧き直そう。はい、でこの BF2042 さん、まあ、昨日かな、まあ、俺的には今日なんだけど、今日の、まあ2日の17時にですね、急遽大型のアップデートが入りまして、5日本当は行う予定だったのかな。ただまあ大地さんね、ちょっともろもろいろいろとあってこれはやばいと思ってちょっとやる気出してやったんですけど、 なんかバグってて、もろもろアップデートしたみたいなんだけど、コンクエストブレイクスルーができません。はい、でいろいろと試行錯誤した結果、クロスプレイを切ったこのポータルなら俺は遊べるみたいなんで、まあ、今回ねこの、ポータルで運営がね、運営さんが常設なのかな、わかんないけど、まあ、作ってくれたこのラッシュモードでやっていこうかなと思っております。今日はね、はい、というわけでやっていきましょう。これラッシュだよな。ラッシュってことはボム爆発すりゃいいんだろう。あの B ってところか。了解。ラッシュ久しぶりだな。なんか BF5 でも一時期期間限定であったっけ。いや期間限定じゃなかったっけ。あ、忘れたわ。でも一応あったんだよね、その BF5 にもラッシュが。それぐらいぶりだな。だからまあ半年ぶりぐらいか。ちょ、半年じゃない、1年ぶりぐらいかな、わかんないけど、かなり久しぶり。まあやっていこう。でロードアウトバグってたということで、なんか初期の武器に変わってんだよね。はい、ちょ、いらっしゃいませ。 OK。 で一応この MP5、 M5 か。 OK。 M5 使ってんだけど、かなり使いやすいな。うん、強い。マガジン細いな、これ。拳銃弾か。いいね、この弾がいいわ、弾が。この接近戦専用弾みたいなやつ。レートがちょっと上がって、反動も少なくなって。で、威力減衰は若干、その、激しくなるが、だいぶ使いやすいですね。特にこういう狭いルール、狭いというか、少人数のドンマチゲのルールで、いいですわ。はい。しかしまあ、アップデートでバグか。なんか一生懸命やってんのはわかるんだけどね。わかるんだけど、もうちょっとね、冷静にやってもらいたいね。いや、その、武器バランスがああだこうだ、マップが広いだの、どうのこうのっていうのは、その、いくらでもぼかせるんですよ。ぼかせるっていうか、現に対抗手段はあるし、あ、その、ボルトとか、対物ライフルとか、若干理不尽だけど。はい。だから、人には勧められる要素なんですよ。ただ、その、バグって、プレイできませんとか、ちょっと、雇用不可能なんで、まあ、もうちょっとね、ゆっくりでいいんで、確実にやってもらいたいですね。タップで OK いった。はい、ただ、ここ、なんか敵の脇っぽいな。調子によってはここまで来たけど、何も考えてなかったわ。さあ、反対側に行きたいんですよ。B だから、B が向こうにあるから。さて、ただし、割と、見てますね。まあ、今作から赤点出るんで。まあ、バレやすいっていうのもあるが、あ、ちょっと調子に乗った、これは。あのヒットポイントで打ち合うのは。やっていこう。はい。面白いな、ラッシュ。まあ、本編よりおもろいかもしれへん。どうしよう、ちょっともう一回やろうか。もう一回やります。これさ、ボムどこな？さっきからずっと探してんやけど、俺。ボムがわかんねえんで。下か！ここか？ここですか？もういや、もうバカチだけど、ボム。まあ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 、いいでしょう。うん。はい。もう一個ある、あ、もう一個ねえんだ、もう。次の区画か。なんか、エイムアシスト強くなった。クロスプレイ切ったからか。なんか、だいぶ吸い付いてくれる気がするんだけど。どうだろう。なんか、個人的にはかなり扱いやすい感じだと思うんだけど。まあ、気のせいかもしんないが。で、よし、あ、さすがに。さすがにか、マッケーさんに縛られて。まあ次の区画になったんでね、そこで沸きましょうか。はい、いらっしゃいませ。ちょっと広いな。アワーグラスが元のマップということで、 SR 使っていこうか。久しぶりに芋掘り散らかしていきたい。はい、というわけで、でそこいるな、走ってるが OK。 どっちでなんとかやって、でこっちから敵が来てるか。赤点見る限りこっちからなんだが、ちょっと頭狙うにはポジが悪いな。ゆっくり狙えない。で、さあ、まあ、グレポンポンして。で、どうしよっかな。まあ、一応覗いてみるか。よくわからないね。隙間すぎて。あ、バレてる。ちまったよ。なんかリペアツールとか持ってる。回復じゃなかった。あ、そっか。ガジェットも初期化されてんのか。待てよ。そこ、OK。で、
左から敵の圧を感じる。でどこですか。あ、いける、任せろ。 PC 勢には若干ね、不利だけど、同じパパパパパならいける。さああとは向こうへ。さあ一発どうに当てたが、あーいやちょっと2人以上いるな。あでも味方も結構いるから押していってみるか、いけるか。あ冷静に、そうそこです、 OK、 いいね。あマケイさんいらっしゃい、 OK。 さああとはそこだな。お芋の気配いますね、芋。待てよ。さあなんかまあ言うてあれだよな、コンシューマーとクロスプレイ、まあ、PC 勢ってそんなめちゃめちゃ差があるってわけでもないな、まあ、やった感想、まあ、確かに中距離以降はなんか負けやすいけど、近距離戦はエマシスト、まあ、しょぼいけどエマシストこのゲームの、まあ、エマシストがある分コンシューマーの方が強いわ。頭くれマッケーさん、クソダメか。で君マッケー頭、あマッケーじゃねえこいつ、誰やエンジェルさん、はい。なんでマッケーだけあいつ本名な、そんな目立ちたいんか欲しがり3名。いや、ま、マッケーが本名かどうか知らんけど分かったね。でもマジ面白いなこれ、ちょっともう一回やります。はい、一瞬なんか見えたぞ。はい、いらっしゃいませ。金網越しに失礼。で敵はなんだこれ、こっちから来るの、来てますね。ちょっと遠いかな、この接近戦なんとかだんだと若干不利な距離かな、さっきのは。まあなんかおとなしく下がるか。はい、でこれどっから撃てばいいんだろう。まあここら辺で適当にポジ取っておとなしくこっち見とくか。はい、よしよし。あー逃げれ、いやもう一回出てきてくれてありがたい。はい、でどうだ、もうそろそろ来るんじゃない。あいるね、 OK です。あいいぞ。さあまだいるな、あそこ出てきてくんねえか。あーあなんかやばそう、逃げよう。おとなしく出てきなさい、逮捕する。よし、逮捕完了。さあ、で、リロードして、ちょっと B 鳴らされてるんだけど、これ、味方と挟んでるか、挟んでますね、OK。さあ、こっちから来てないか、赤点は一応あるけど、左側あれかな。あ、芋、やばい。あ、なんとかなった。OK 。PC 版の相手だったら、さっきのは死ぬムーブなんだけどね。なんとかなりました。さあ、あとは、いますね、OK。オッケー。さあこれ敵の初期脇か、なんかズカズカ来ちゃったけど、なんか癖になってるね、この適当にズカズカ行くのあんまりよろしくないよなこの癖。あでもなんかいるわ。で湧いたところ申し訳ない、オッケー。でケツから刺して、で B がちょっとよろしくないなこれ、ちょっと後ろから回ってみるか。右前結構いるっぽいけど、味方が気引いてくれてるでしょ。さあで無事後ろ取れて、うわバレてるわこれ、大丈夫かなこれ。一応やってみるけど、まあなんかうんですよねまあ次だ。この M5 の拳銃弾十分中距離でも使えるくね、もうこれでいいかな。なんかあの攻撃力とかいらねえわ、うん、やっぱね弾は当たってなんぼなんですよ。はい、この低反動高レート、いや素晴らしい。はい、でさあリロードして、でこっちもういないか、まあ見えないね。ってことでこの反対側の奥めちゃめちゃ渡ってるけど、さすがに M5 でもきついか。いやーあの距離はさすがに弾変えた方がいいかな、もしくはロングバレルつけるか。ロングバレルあったっけこいつどうだろう、あのロードアウトバグってたついでで流れで使ってるだけだから、めっちゃなんかこう解説用にお勉強したとかじゃないんで、割と行き当たりばったりな説明に なってるところがあるが、いたぞ今、しゃがんでる、いってらっしゃいませ。 OK。 うわこんなとこあるんや、これ潜れるんや、知らんかった。これ敵的にはここにいたらうざいんじゃね、敵的にはってなんかダジャレっぽくなったけど、まあ敵からしてみればよ、これ頭じゃねえよ、足狙い放題なんじゃない。てか敵入ってきたな、しれっと。あバレてるな、ちょっともう潮時か、逃げよう。あなんだこれ、カモメさんとことこで草、よしカモメさん見たところで、引きましょうか、まあ、できるやつはやっとこう。 OK。 さああとはこれ次の区画に行かで、あやばい、あダメか、はい、あ当たんないな、うんすごい負けそうな匂いがする負けてしまったけど、
まあおもろいねこれ、ラッシュ。いや本編よりハマりそうですわ。まあポータルはできるし、クロスプレイ切れば俺はね、他の人はどうか分かんないけど、まあ大丈夫そうだね。はい、では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。